こんばんは。こんばんは。こんばんは。もうクマじゃないの？クマじゃないよ。すぎゃすがキャンだっけ、合ってる？でマヤさんがイズリンのことを今一番気になってると名前出した。嬉しい、やった。それ最近ね話したりするの。脈嬉しい。1日の締めはイズリン配信で、そうだね。もうでもなんかさ、本当に SK 入ってから時間感覚が変わった。本当に変わったよ、時間感覚が。だってもう11時半とかさ、もう結構夜だと思ってたけど、今とかもうなんだろうね、なんか夜の9時ぐらいの感覚、イズリンにしたら普通に。すごい変わった時間感覚が。今日はこっそりできなくて泣いてます。それは全員も泣いてる。またこっそりしてね。なんかね、うん、変わった。泉イコール和泉。こんばんは。和泉って言うの、言ってるの、アイズリの方。新しい呼び方、呼ばれたことなかった。朝配信の頃が懐かしい。確かにやってたね、ちょっとだけ。一瞬だったよね。でもショールーム選抜期間はもうやってたけ、朝からやってたけど、それ以外で朝からやってたのってちょっとだけだった気もする。うん、ちょっとだけだった気がする。かゆ前は流行んねやったん？いや、そんなこともない、そんな変わらん。うん、今とそんな変わんないけど、なんだろう、感覚が違うかった。ココちゃんはまだ使ってる？使ってない。ココちゃんもう使ってないな、そういえば。あれ2ヶ月ぐらいやってたっけ。覚えてないや、もう。そういえばアイカブで声優のやつあるらしいけど、それはパス。うん、パスで。声優はね目指してないのって。やってみたいなとは思うけど、でも今回はパスにする。真剣にやりたい人もいるし、絶対。どんなの狙っとんの？なんかパッションフォーユーで言うと、やっぱり広告選抜とか CM 選抜とか、そういう感じかな。やっぱ
ネズミが狙いたいの。アイカブこの前やってたさ、ミュージックビデオだっけ、な楽曲だ、ミュージックビデオじゃなくて楽曲もらえますよ的なやつとか、そういうのを狙いたい。グラビア選抜とか、そうグラビア選抜もそうそうそう、でもまだだと思うな、グラビア選抜は。パッション保有だって去年は、去年じゃないもん、今年だもんね、5月とかそこら辺だった気がする、うん、4月とか5月だったし、だからまだ来ないと思ってる泉はね。そうグラビア選抜があったら次こそは1位を取りたいの泉は。ね、ショールーム選抜は熱かった、それね、ほんともうほんとみんな頑張ったよね、いずれも頑張ったし、ファンのみんなも頑張ってくれたし、ほんと懐か。でももうあれがさ、もうすぐしたらさ、てかもうあれ半年前ぐらいになるよね。あれ違うか、もうすぐしたら半年ぐらい前でしょ、だって早くない、もう。何やったらチャレンジするの、ショールーム選抜わかんないな、うーんって感じ、なりたいけど、うーんわかんない、わかんない、まだ、うん、いや大変とかいう問題じゃなくてね、なんだろう、なんて言えばいいんだろうな、ショールームに課金するやつを総選挙にも使えるわけじゃん、言っちゃえば。だから迷うよね、ショールーム選抜もなりたいしけどみたいな感じもある、やっぱり泉も。くまいずちゃん可愛かった、ありがとう、嬉しい。そう、総選挙かショールームかが難しい、なんか絶対両方取るっていうのは難しいじゃん、もう。そうそう難しいよね、うん、まあ、なりたいんだけどな、なれるなら本当になりたいよ。ショールーム選抜課金あったっけ、今回あった、あのね去年はなかったんだけど、今年泉が入ったやつはあったの、課金が。え、あったよね、うん、あった。そうそう、覚えてくれてありがとう、いやこちらこそありがとう、お話ししたね今日、そういえば、そうみんなお守りタワーやっててくれたわ、そういえば懐かしい、指が指紋なくなったってめっちゃ言ってたみんな。あれからこっそりが始まってもやめられないらしい、やめなくていいよ一生やめないで、ね、みんな頑張ってくれた、ほんとショールーム選抜も今回のパッションフォーユーもみんな頑張ってくれたから嬉しいな。あ、そうそう、12月8日全枠ね、発表されたよね。まだ参加メンバーとか決まってないけど。決まってないよね、参加メンバー。うん、まだ発表するとか書いてあったし。楽しみ。出れるかな、参加したいな、全枠。楽しいもん、全枠。
たい。今日の握手会寝坊してギリギリで間に合ったやつね。間に合ってよかった本当にありがとうね、来てくれて。P4U はごめんなさい。いや全然本当に謝らないで、みんな本当にありがとう。ファッションホイール本当に。どこでかな、なんか東海地方だっけって書いてたよね。東海地区って書いてたよね。だからわかんないけど東海だらしい。トランペット聞きたいの。トランペット実家なんですよね。そう、しかもこんな、もしあったとしてもこんな時間に吹いたらもう近所迷惑すぎて怒られちゃう。あれポートメッセ、あれポートメッセなの、あれとポートメッセっていう、あポートメッセにな決まったんだ。知らんかった。東海地区って書いてるのしか見てなかった。そこまで見てなかったや。ポートメッセ名古屋第3展示館3第3展示館だよ。ありがとう教えてくれて。てか全員さ参加したくない？ポートメッセ、なんかお仕事とかどうしてもある人以外は全員参加したいよ。今日のふわふわ似合ってたね、ありがとう。クマのふわもこもこふわふわきた。ルームウェアでの握手は寒くなかった？いや全然全然寒くなかった。てか逆にみんなにね、暑くないのって言われた。でも暑くもないし寒くもなくてちょうどよかったよ。でも途中でちょっと暑くなったけど。なんで重なるの？何が何が？何が何が？今日の服はこれから部屋着になるの？いやそんな着ないと思う。部屋でも、うん。いずれにどっちかというと暑がり？両方暑がりだし寒がり。暑がりだし寒がりなのよ。あれは自前そうだよ。今日は行けなかった、残念。それは残念。また来てね、待ってるからね。いつでも握手会は嬉しいんだ。レスください。いつだ？今大阪行きます、待ってる。配信は T シャツ多いね。そう T シャツ多い。てか多分ほとんど T シャツだもん。まあ着るけどもこもこも、なんか寝る時とかはなんか普通に T シャツとか、うん、寒い時とかは着るけど普通にもこもこも。これは泉の生誕 T。T シャツ何枚いる？めっちゃあると思う。半袖は長袖欲しいな。半袖はめっちゃある。普通に生誕 T シャツとか。最近爆笑したことありますか？なんかあった気もするけど忘れた。なんだろう、なんかあった気がするんだよな。柿の種はピーナッツ多めがいいよね。どっちでもいい、別に特にこだわりはない。美味しいのには変わりはないから特にこだわりない人。
生誕ティーどこで買えますか。泉の生誕ティーはもう買えないけど、あれ今はあの発売されてる生誕ティー残ってんのかな。残ってないと思うけど、まあ、発売されたら SKE のそのカフェ&ショップに行くか、酒屋にあるネット SK あのネットがあるんですよ。ネットがあるんですよ。なんだ、ネットがあるんです。で買えますね。ネットであるんです。あ、そう、ネットショップがあるのですね。で買えます。そうそうそう、グループショップって言いたかったの。そう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 、ありがとう。ちょっと代弁っていうの、なんだっけ、代役じゃなくて言ってくれて。グループショップか SK ショップか AKB ショップ。通販をおとばれするからできひん。じゃあ SK ショップか AKB ショップで。なんか2枚らしい。なんでそんな持ってんの。今年の生誕 T シャツは泉白色にするよ。けどまだ絵とかは決めてないよ。何するかとか全く決めてない。まだ先だし。はあ、なんか楽しいことないかな。写真プリントは回避してほしい。多分しないと思う、写真プリント。わかんないけど、今のとこする予定はありません。特に生誕 T シャツ決まったらインスタあげる。インスタなんか多分生誕 T シャツで握手会した時に来たらその写真を多分あげると思うけど、あ、でも多分ストーリーとかに発売したよみたいなのするかもしれない。だまだまだ先だよ、3月だから。あ、その名古屋のアカウントの写真変えた変えた、気づいたんだ、すごい嬉しい。イズリンのもう楽しいことの定義がない。なんだろうね、楽しいこと、なんなんだろう、それ楽しいと思えること。わかんない。でも公演がしたい、早く S 公演早くしたい。S 公演20日だよね。だからあさって楽しみ。両方ともセンター祭ね。11月多いもんね、センター祭。確かに。まあ私のポジションは S コアのポジションは出演メンバーを見てもらえるとどこに行くかっていうのは分かると思うので、大体、うん、まあそれで、まあでも生誕だからね、その人のファンの方がね多いけど。ミポポと絡みあるあるある。ミポポと普通に仲いいよ、仲いいよ。
20と22は同じメンバーだね。あれ、そうだっけ、そうだっけ、嘘、マジ違うと思ってた。あ、ポジションちゃうじゃんと思ってたの。そうだったんだ。公園も行ってみたい。来てください、ぜひ。 S 公園青ヶとか、 S 公園と青ヶどっちかですな。りょうはさんと久しぶりに公園出るからめっちゃ楽しみ。本当に楽しみ。公園のゆずちゃんめちゃくちゃ好き、ありがとう、嬉しい。イズリンの本当のポジションどこの、本当のポジションはないな。うん、てか今 S にいる人の本当のポジションはほぼ少ないよね。だって半分いるかいないかでしょ、自分あの初日面。いろいろと覚えるの大変やな。だ、慣れた。もう慣れました。そろそろ別にネタやってほしい。やる、なんだろうね。罪悪感は本当の本当のたまにしかやらないしね。まあ、コップも楽しいけど。青ヶとは青春ガールズ公演の略青春ガールズ公演の略ですよ。今 SKE のシャッフル公演なんですけどね。コップは見てて癒される。ありがとう。でもコップって可愛いよね。でもね、なんかね、コップの衣装を着て白い壁で写真自撮りをするとなんかめっちゃ白って感じ。なんか肌もめっちゃなんか白になる、明るくなる、白飛びっていうかな、めっちゃ白飛びするって思う自分で。コップのルーちゃんとのパートの時めっちゃ嬉しそうじゃない。嬉しい。ではもう前回で最後ぐらいじゃないかな多分。まあ多分いつかまたやると思うけど。セイガじゃなくてアオガですか。そう、アオガ。でもなんか両方いるらしいよ、噂では両方いるらしいのですが。いくつになってもまだ青春のとこ好きね。でもね、私ら死ぬまでずっと青春ってね、本当に早口すぎてね、本当にね言えないよあれ。もうベロ噛みそうになる。私ら死ぬまでずっと青春っていうの最初初めて言うときね、本当に大変だった。噛んだことはないけどないけど。あとさ、なんか
ったるーちゃんのセンターポジションとあのみゆのポジションの時の青がの一番最初の歌割りちょっとしらけすぎちゃってるあいつらもなんだっけマジであれちょっとしらけすぎちゃってるあいつらマジでダチルっぽいですか。あれもね最初全然言えなかった本当に最初なんかラップっていうかな言いにくかったとても。初めて歌った時は本当にあのあれだった言いにくかったっていうまあ慣れたけどもっていうあれがある。いずれの金にが見たいのですがね、いずれもやりたいけどね金にやってみたい本当にやってみたいけど回ってこない、うん。誰とでも別にいいよ。イズリン明日何時起き？泉は明日ね、全然余裕のよっちゃんで寝れちゃう。青がセンターしたことあったのあるよ。青が一時期、ルーちゃんたちが昇格してからして、ちょっとしてからの研究生公演のセンターしてたかな。ちょっとだけ。そうがっつり寝ます。もう今日と昨日が ねそんな寝てない。まあ寝てるっちゃ寝てるけど普通に。今日お昼寝したのしてないよ握手会だったから。そうそうそう。あもう58分。それでは順発表します。13位しまちゃんさんありがとうございます。12位けんたさんありがとうございます。11位がカワウソクロワッサンのクロさんありがとうございます。10位がセム社長さんありがとうございます。9位が小雪さんかありがとうございます。見えづらい。8位がみずちーさんありがとうございます。7位がチーフさんありがとうございます。6位が石亀のたっちゃんさんありがとうございます。5位がお茶っぱタイムさんありがとうございます。4位がフェイクあいいやリトさんありがとうございます。3位がミューマさんありがとうございます。2位が岩崎清さんありがとうございます。1位がたけしさんありがとうございます。ありがとうございました。今日もありがとうございました。また明日見に来てね。バイバイ。おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ。バイバイ。おやすみなさい。また明日。あ、ブログ上がったって。ありがとう。またね。おやすみなさーい。バイバイ。